いやいやあーって歌っててテンション上がってこう客席煽ってたらこう手がこう膝に当たっちゃって、あーまあそれは自分のパートの時にこうゴツンって落としちゃって間に合わなくてしょうがないからもう踊って地声でそこのパートを、え、サトタク、それ私です、私私地声で歌ったの、もうしょうがないと思って、急にお前安室奈美恵みたいなことするんだ、だって急にもうだってああマイク落としちゃったへへってかっこ悪いじゃないですか、確かに。そのあたりはあのぜひ現在発売中のブルーレイディスクをよろしくお願いいたします。うまいわ、さすがや。はい、さあというわけでね、あとね、あとね、去年パンツ避けた、じゃあパンツは避けてね、すごいじゃん、ズボンが避けたんだよ。去年の話なんですけど、去年あの私トリガーって3人グループなんですけど、こう階段の上にこうバーンって座って歌うパートがあったんですよ。いいじゃん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 。でもう散々パラ踊った後にこうガッて開いてガッて座って、もう何だったらもうノリノリでもうカメラワーッてやってたら、いいねいいねいいね、したら全部終わった後に衣装さんがバーン駆け込んできて、佐藤さんごめんなさい本当にすいませんって言われて、なんか俺間違ったって言ったら、ズボンが破けちゃってて、え、嘘、まさかの、お前こうやって格好つけてる時にここやーべえな、全然気づいてなくって、え、どんな顔してたのみたいな、全然気づいてなくて、でもめっちゃ開いてうわーと思って、したらもう次の日も、え、DVD モザイク、ここあのね、う、あのうまい具合にね、画角がこうなってました。ああ、じゃあずらしたんだ。画角。うまい具合にペーンってなってましたね。なんだったらそこ修正出しないよ。ちゃんとここ全身映ってここだけモザイク。おかしいじゃん。これ見ると、お前の本当にハートウォーミングな。何作ったのこれ。自分自分頭おかしいじゃんこの人。いや俺これが先週の帰りもずっと家帰るまでこれがまぶたの裏にあんだよ。マジっすか。こうベッドで目を閉じたらこれが出てくるんだよ、いやマジで眠れなかったでしょ。眠れないこんなモサい男がシェイカーを、いやこの人がハートウォーミングに弱くて涙もろいっていうのは信じらんないんだけど、こいつどうしたんだろういやどうかしてんだろう、ネジがハマってないんでしょうね、これやべえってマジでやべえ動画だな。コメントも止まっちゃったもん、もうすいませんね、なんかねこうもうエンドレスなのこれは、うん、どういうこと、これやばい。